こんばんは。もうさ、毎日さ、朝はちょっと寒くて、昼はめっちゃ暑くてみたいな感じだから大変なんだよね。はてな、何が？何がはてなの？今日も頑張ってコメントを読もうかな。私の話す話題がないときは皆さんのコメントに頼るので、皆さんのコメント読む会にします。まあそんなこと言ったら毎日なんですけどね。ニコラスさん、かわいい、ありがとうございます。体調崩してない、よかったね。何してましたか？普通に何ですかね、いろいろしてました。いつも通りの日って感じですね。フランさん、お疲れ、ありがとうございます。カレーは食べれた？食べてないです。この間新ウルトラマン見てきたよ。私は見たことないですね。このまじ一問一答形式でいきます。なんですよね、まあ、皆さんも私に話すこと特にないと思うんですけど。白熊さん、ハートありがとうございます。別にね、この毎日毎日ショールームしたらさ、皆さんもいいことなくなるよね。私もなくなるけど。ニコラスさん、アイスありがとうございます。私もそう思います。今日の晩ご飯は何よって知らない。私晩ご飯を司ってる人間じゃないので知らないです。あ、コメント見れなくなっちゃった。あ、出てきた。何だったんだ今の。第4次申し込みの画面開いて検討中だった。あ、もう始まったんだ。ぜひ悩んでください。もう私は無理に来てとは言わないです。来たら来てほしいっていう感じ。そんなね、無理に来て話すことないんだよねみたいなこと言われるよりかね。話すことないんだよねみたいなこと、え、なんで、じゃあなんでこんな撮ったって思っちゃうから、なんかちょうどいい量を皆さんで考えて来てほしいですね。全然無理しなくていいです。別に無理したいんだっていう人は別にいいんですけど、無理したくないんだよね。まあでもなんか知らないから行くかみたいな感じなんだったら大丈夫です。行きたいなって思ってる分申し込んでくれればいいや。タカさん、タコありがとうございます。たくさんお話ししようね。お話ししましょう。その時のモチベとかで多く取りがち。私は何でもいいと思います。別に私のねものじゃないし、皆さんの時間とかなので、皆さんのいい感じにしてほしいなっていうのが私の願いですね。本当に別に多く取ったから偉いとか、ちょっとしか取ってないからダメだとか、行かないからダメだとか、そういうのじゃないと思います。いや、そういうのだと思ってる人もいるのかもしれないけど、まあ、私はそういうので人に対して思うことはないから、
この人はいつもたくさん来てくれるからなんかサービスしちゃおうとか、この人はいつも1枚しか来ないからサービスしないとかはマジでないので、そういうのを恐れているのであればあの大きなさらずといった感じです。でもあの認知が欲しいんですよねって人はあのまあとても印象に残るか、数の暴力で解決するかの方がまあいいと思いますけど、でも全然別に1枚でもすごく印象に残れば覚えますからね。それはそうじゃないですか。数が少ないからたまにしか来ないから覚えないとかじゃないと思うんですよ。人間の記憶ってさ、そういうのじゃないと思うので、まあ印象爪痕を残してくれれば覚えますし、スルッてこう過ぎたらスルッてこう私もうっってな感じになっちゃうので、すごくね、まああんまいないと思いますけど、私あんまいないです、覚えてくださいって言ってくる人。でも私本当に人のことを覚えるのマジで苦手なので、すいません、本当にあのもう覚えてるって言われたらちょっとみたいなことも全然あるんですけど、それはすいませんっていう感じです。皆さんも動きを覚えるまで時間かかったのと同じように、人間を覚えるのはちょっと難しいじゃないですか。ニコラスさん、クマありがとうございます。鬼がクマです。ヒロニャンさん、かわいい、ありがとうございます。私あの本当になんかアイドルの人ってなんであんな記憶力いいんだろうって思うんですよ。本当にすごいと思う。なんでみんなあんなに記憶力いいんですかね。頑張って覚えようと思っても、私本当にね、本当にねなんか文字を覚えるのは得意なんですけど、それ以外を覚えるのが本当に苦手。特にマジで人間を覚えることが私一番苦手なの。ちょっと相性悪いですよね、自分の能力値と。高秀さん、タコありがとうございます。なんかもっとね自分のパラメーターみたいないじれればよかったんですけど、残念ながらいじれないので。でも昔よりかは覚えれるようになったんじゃないかなって思うけどね。どうなんだろう、ちょっとわかんないですわ。ヒロニャンさん、ハートありがとうございます。まあでも私は今までのオタク人生の中では、認知されるような現場と認知をされるわけがない現場とこう2個くらい行っていたので、私はねあんまね覚えてほしいなとか思わないタイプなんですよ。だから覚えてほしくない、逆に恥ずかしいから。でもね結構女の子が少なかったので覚えてくれましたね、おしめちゃんは。すぐにその時もすごいなと思いました。なんでこんな人がいっぱいいる中で覚えれるんやろうと思ったけど、恥ずかしくない、なんかあまた来たみたいなこと思われたら恥ずかしくて、もうちょっと私はもうほんと日陰で生きていきたかったから、恥ずかしい。ロッキーちゃん、覚えられる自信がないです。覚えなさいよ覚えなさいよ、せっかくさ、わかんない、あなたがもしかして HKT のファンなんだとしたら、せっかく HKT に入ってきてくれた子たちなんだから覚えなきゃダメじゃない。覚えなさい命令、覚えなさい、びっくりマーク。細かくはさ難しいかもしれない、何歳で何型で身長が何センチでこういうのが好きでとか難しいかもしれないけど、お名前とさお顔くらいは覚えようよ、頑張って。推しメンのさメールとかに登場するかもしれないよ、して誰だろうとかなったらちょっと気まずいじゃん。フランさん、かわいい、ありがとうございます。みんなで頑張って覚えましょうや。カチンカチンカチン。
難しいけどね、覚えるのもね。まあ、気持ちはわかる。私もさ、人のことを覚えるの苦手だし。あ、でも私は普通に仕事仲間なので、もう覚えなかったら普通に失礼女なんで普通にね、覚えますけど。皆さんも頑張ってください。まあでも多分公演とか出始めたらあっという間ですよ。 MC とか見てたら、この子はこういう子だったなとか言って、じゃあ多分覚えるし、皆さんはちゃんと指名ができると思いますよ、いくらなんでも。今は単押しだと思っている人も多分ね、ちょっと押し増しとかしちゃったりとかするわけですよ。そういうもんなんですな。そうよ、今はもう丸々ちゃんしかとか言ってても、2年くらい経ったらさ、また別の子が出てきてさそういうもんだよ。みんな自分は推し変しないとか思ってるかもしれないけどね、するんだよちょっと最年少の2人覚えた。まあ覚えやすいとこですな。そのうち全然出てくるよね。そうなのかな、知らない、私そういうのあんま知らないから分からないけど、どうなんだろうね。まあ私たちがやったからやるのかな、ちょっと分かんないですけど、知らないけど。でも前座さちょっと覚えられないと思うな、難しいと思う。やっぱその人のパーソナルな部分までは出てこないじゃん。だって歌歌って帰るだけやん。今亡くなっちゃったけど、バックダンサーとかも喋ったりしないから、バックダンサーに関しては名前も言わないし、本当に多分なんかあの子可愛かったなーってなって、まあ、誰かに聞いて、あっみたいな感じだと思うね。やっぱり公演に出ないと難しいんじゃないかなって思いますね、私は。って感じた、自分がやってる時に思ってた。でもまあ結構ね、あのツイッターさんとかそこら辺の住人の方が、あのなんとかちゃんですみたいなこと言ってくれるから、この子がなんとかちゃんって言うんだみたいな感じで覚えられそうな部分はあるよね。確かにショールームとかメールとかが始まったらね、人間性なんか分かりますし、そういう部分でね。でも私結構ほんと推しメン決めるとき、まあ、ちょっとあのドヤ顔で言うのもあれなんですけど、私ちょっとほんとに顔で決めちゃうタイプだったので、昔はそういうのをパーソナルな部分、人格とかあんまちょっと大丈夫ですみたいな、あのお顔が好きなんで推してますみたいな感じのことが多かったな。大体なんか顔が好きな人ってなんか好きって気持ちになった、何見てもなんかめっちゃいいじゃんとしか思えなくて感じになっちゃうんだよね。本当に何でもかんでもいいじゃんいいじゃんいいじゃんっていうふうに思ってしまうという感じだったので、普通に、まあ楽しみですね、どんな感じなのかなっていう感じ。懐かしい、ショールーム最初の日、私はバックダンサーだったのでできなくて、バックダンサーの日はね禁止だったんですよ、ショールームするの。そのバレるからね、メンバーが。だから初日にできなくて、なんかすごくなんか悲しかった思い出、私はやりたかったのに。みんなで6人でうちらできなくて残念だねとか言って悲しんでました。あ、15分経った、308日です。ニコラスさん拍手ありがとうございます。すいません、ちょっと今日も短めでランキング読みますね。
13位ベルパパさんありがとうございます。12位ガッキーさんありがとうございます。11位レオ熊本さんありがとうございます。10位豊さんありがとうございます。9位西風さんありがとうございます。8位星さんありがとうございます。7位ダーさんありがとうございます。6位フランさんありがとうございます。5位佐藤さんありがとうございます。4位ヒロニャンさんありがとうございます。3位白熊さんありがとうございます。2位タカさんありがとうございます。1位ニコラスさんありがとうございます。イエイ、フランさんも拍手ありがとうございます。それでは皆さんさようなら。